もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの期間限定任務発令というイベントで参戦数を重ねることでもらえるイベント機体ガンタンク2乗っていくよ。機体チェック。まずは旋回性能をガンタンクパイセンと比較。ちょっとだけガンタンクより速い初代ガンタンクパイセン危うし、果たしてどうなる。同コスト帯の支援機と比べるとこんな感じ。ちなみに旋回54度というのは汎用の陸戦型ガンダムと同じ、60度ならケンプファーと同じ、タンクで54度、十分すぎるぐらいじゃないでしょうか。続いてスラスタースピード、ガンタンクよりわずかに速い。壁まで届いてないので数値化はしませんが、だいたい150弱ぐらいじゃないでしょうか。武装チェック。武装は4連装ロケットランチャーに打撃、長距離キャノン砲に60ミリ機関砲、3連装ミサイルランチャーにスモークディスチャージャーと多彩、4連装ロケットランチャー、マシンガンとバルカンの間ぐらいの DPS の射撃武器。移動位置できるのがこの機体と相性がいいですが、よろけ値が非常に低く、あくまでダメージソース、打撃。なんだこの格闘、履帯を鈍器にする斬新な発想。特に下格闘が変なモーションでめっちゃ伸びる上、下格補正が高い。下格闘は切り替えもでも早いですが、キャノンで硬直があるので余裕で緊急回避されますね。右のガンダムのバズ下がギリ緊急回避されない速度、だいぶ違うのがわかりますね。長距離キャノン砲、まっすぐ飛び速い弾速、広い爆風に短い硬直、そして高い火力。60ミリ機関砲、そんなに仲良くによろけちなのに静止射撃。使うとすれば全部リロード中の時も宿破、他の武装と合わせた蓄積よろけ狙いでしょうか。3連装ミサイルランチャー、3発ヒットで蓄積よろけ、非常に高い火力が出ますが、低弾速なため中距離射撃はお願いミサイル、使いどころ3が肝心。ステルス効果付与で普通に使えるスモークディスチャージャー。それで端一線の方行ってみましょう。はい、今回も私の戦車道を見つけていきたいと思います。ガンタンク2最大の強み、それはこの移動速度じゃないでしょうか。通常移動速度125というタンクとしては破格の移動速度、さらに今回はカスタムパーツでさらに速くして130マッハ、そこから繰り出す爆風でかすぎキャノン、初動から突っ込んでもボーナスバルーンなので、まずは汎用が壁構築できるよう長距離射撃で支援。長距離射撃終わります。キャノン砲は射程650メートルと非常に長いですが、ロケットランチャーは350、ミサイルランチャーは300と、キャノン以外の射程が短いのがこの機体の弱点。そのため一生長距離射撃するだけならガンタンクかザクタンク乗った方がいいと思いますね。長距離射撃能力はガンタンク、ザクタンクに劣りますが、その2機と違い、足を使い柔軟に戦場を立ち回れるのがこの機体。しゃがむことにより機体固定装置でよろけ軽減するもよし、高速レレレ移動で射撃なんか来たー。残念無敵です。このために合射の下格わざと浴びたみたいなとこありますよね。ないですか。やばいと思ったら素早くポジションチェンジできる足からスモークで雲隠れから当てやすいキャノン砲ヒアウィーを。さて、倒したのはいいんですけど、さっきフリートナハといたし、アップガイもいましたよね。もしかして対面クリ属性の強襲機に気、ふざけんじゃないよこの。基本はキャノンからロケラン3分の1ぐらい発射からキャノンからロケラン3分の1ぐらい発射の繰り返し、そこに隙あらば3連ミサイル挟んだり、キャノンリロード中はロケランフルファイアって感じですかね。ま、こんな感じでロケラン撃ってたらキャノンリロード終わってるので、60ミリ機関砲はマジで使わないかな。ガンタンク2は対実弾補正が高く、実弾兵器の多いこの350コストに合致した防御補正ですが、対格闘補正が脅威のゼロシステム。タンクで追撃格闘入れられる時間は短いといえど、格闘はめっちゃ刺さり、また敵に与える格闘の攻撃補正もゼロなので、刺せるか必殺スモークカウンター。カウンターはゼロ距離射撃、タックルで690、ゼロ距離射撃で3470ダメージ。さらに追撃の3連ミサイルで1410の3連弾。
カウンター1セットで8390ダメージ、最初からミサイル構えてればまだ入るんじゃないでしょうか。とはいえ強襲からすると、前のめりに融通体のでかい体格ゼロのタンク、下格闘が優秀で寝かせれば効果力ミサイルが確定、格闘のリターンは大きいですが、汎用の格闘も結構痛い本気としては、格闘は積極的に狙う、というよりかは狙えれば狙う、とか自衛で使う消極的格闘の方が安定なんじゃないでしょうか。いい感じですね。機体固定装置使ったり、高速でカサカサ動いたり、使い分けることでさらにこの機体のポテンシャル発揮するんじゃないでしょうか。何気に強いのがカサカサからのスモーク、強襲機は捕捉することすら困難に。まあやっぱりですね、自衛能力自衛能力言いますけれども、支援機にとって最強の自衛力は、そもそも近寄れない足、だと思いますね。ちなみにこのキャノンなんですが、ガンタンクのものと違いワンショットでマニューバーを抜けないので、詰められた時はキャノン撃つより下角ぶっ刺した方がいいこともしばしば、広範囲爆風キャノンを味わえ、2枚抜き、針の穴を通すような隙間射撃に泣いた。あ、これまずいですね。普通のタンクならもうこれで遅れなんですけど、ガンタンク2なら逃げれちゃうんです。崖上に逃げなくて正解でしたな。多分孤立してかもられてました。あ、そうそう60ミリ機関砲なんですけど、フライト機体にキャノン当てた後のよろけためにはいいんじゃないでしょうか。ロケランだと弾速が遅くてフライト機体になかなか当たらないんですよね。で、迫り来るアップガイ、アップガイどころじゃなかった。さて、この機体なんですけども、強み活かせば面白いし普通に良い機体じゃないでしょうか。え、これがイベントで無料でもらえる機体ですって、たまげたなぁ。というかジムカスタムもイベント機体だし、バトオペのイベント機体結構優秀です。やばいやばいやばい、高速カサカサ移動からの、間に合え、ゼロ距離射撃。カウンター成立しましたが段差がありすぎて不成立パターンのやつや、痛すぎ痛すぎ、このガンタンクさっき納車したばかりなんだが、と、このガンタンク2体格闘補正銃上げてるにもかかわらず、格闘に対してはこの豆腐具合、やはり近接戦はできるだけ避けたいところ、というか対面強襲2枚ステルスコンビとか本来罰ゲームなんですけど、普通に戦えてるガンタンク2もしかしてゴイスーなのでは、ちなみにステルス持ってても観測情報連結で体力バーは見えるので、ステルス機体でもバレバレなんですが、ナハトのジャミングで観測連結が無効化されるため、アップ外のステルスも相乗効果でパワーアップしており、いつ来るかわからないもはやホラーゲーム。このぐらいの距離感ならキャノン以外も届くので良い感じですな。ポポ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 ポ、からのキャノン砲、機体を固定する。傾き逆じゃね、重力仕事しろって、出たぁ、チパカブラ。しかしですタイミング的にはあそこで落としてくれて逆に良かったかも。残り時間は1分でスコア差はリード。このまま逃げ切りたで、出たぁ、エイリアン2。甘い。なんということでしょう。そう、ロッドの方はカウンター取れないのである。通常のムチの方もリーチ長いから取れないんですけどね。カウンター取られないのがアップガイの強さ。3連装ミサイルなんですけど結構使いどころ3難しいですね。普段お願いミサイルして運よく当たれば火力出ますが、お願いミサイルしたせいで、使いたい時にリロード中だったりするので、お願いミサイルも当たる見込みのあるお願いだけにしとくのが無難かも。次から次へと迫り来る強襲、もっと忍びなさいよ。見えなくても余裕で当たるキャノン、キャノンはマジで優秀。くらえ、とどめ欲しさにフルファイアロケットランチャー。無敵解除しなかったんごね。強襲機2機なのに非撃破に、いい、この調子で頼む。なんか来たけど己の命より火力優先。それはさすがにアップ外の無知を過信しすぎ。あかーん。計算し尽くされた無敵時間でタイムアップじゃい。カサカサ移動とスモークで孤立することを防ぎつつ、火力もしっかり出せる機体。カサカサからいきなりの機体固定装置も強く、フライトを一撃で落とせないとハエ直射は当てやすいので、フライト機に対し直射支援機よりはまだ対処でき、ミサランロケランで落とした後の追撃火力出せるのは丸。
ガンタンクと同じ運用したり、前で過ぎるとあれですが、適正距離で有利ポジ取り続ければ強いんじゃないでしょうか。ちなみに下格闘は射線切ってぶっ破するとめっちゃ刺さりやすく、自衛でめっちゃ光ります。それでは今回はこの辺でー。